台湾は小さいですか？君は見たことがありますか？朝日、花、水、空。私たちが生活している台湾はとても美しいところです。でも、自然災害、人災によって、この綺麗な島がだんだん破壊されてしまっているんです。どうすれば、この台湾の美をうまく保存できるのでしょうか？あるいは、どうすれば、この台湾の美をもっと大勢の人に知ってもらえるのでしょうか？では、始めましょう。長い間、世界遺産の価値が大きく注目されています。世界遺産として指定されるということは、全世界の人々から援助を供与してもらえる利点があります。日本にも多くの世界遺産があります。しかし、台湾はどうでしょう？フォルモサという別称を持つ台湾には、様々なポテンシャルがあるにもかかわらず、世界遺産として登録されていないんです。日本各地に存在する世界遺産は無傷で保存されていますが、それはどのように保存、維持されてきたのでしょうか？私たちは日本の保存方法を見習い、もっと積極的にアピールし、台湾の美を大勢の人に知ってもらうべきなのです。それに基づき、さまざまな研究とアンケート調査を展開いたしました。まず、画所作りを紹介いたしましょう。この名所の由来は、このように屋根が手のひらを合わせたように三角形に組まれていることから画所と呼びます。そして、画所作りは特別な由緒制度があります。これは雪が屋根から落ちるとき、屋根の材料としての蚊帳も一緒に落ちてしまうので、1年に1、2と補修作業が必要となります。蚊帳吹きの吹き替えや補修作業では、住民たちが力を合わせて行います。この仕組みが由緒と呼ばれております。しかし、合掌造りが厳しい危機も直面されています。例えば、火事や空気汚染という問題です。合掌造りは現在の原因で燃えやすいため、村では楽器厳禁という鉄則を実行しています。そして、近くの高速道路によって空気汚染の問題ももたらされているため、交通規制など規制がされています。次に台湾の世界遺産の候補である石板屋を紹介いたします。石板屋は冬は暖かく、夏が涼しいので高級できるハウスという場所があります。建材としての石は朝に太陽熱を吸収し、夜まで保温できます。しかし、石板屋部落は建材が特別であるということではなく、根拠的に深い文化的背景もあるのです。例えば、台湾族とルカイ族の木彫り、特にヤポータのサンプルの木彫りは地位とお金持ちのシンプルで、また陶器、竹加工などの細工もとても有名です。ところが、そんな石板屋も今重大な危機に直面されています。例えば、天災や人間の破壊などの問題です。台風や地震などのざまざまな災害によって珍しい遺産が破壊され、そのため交通が不便になったり、人口転出の問題が起こったりし、徐々に伝統文化が失われてしまっているのです。最後に、私たちはアンケート調査をし、日本の政策と台湾の欠点を分析いたしました。以下は私たちが考えた具体的な権限になります。商店と住民に資金提供し、地方の発展とクリエイティブ産業を援助し推進させる。2. 交通の問題を改善し、シャトルバスなどの設備を用意する。新世代の人たちに自分が生まれ育て土地への認知と共感を養わせる。
メディアを利用し、外からの観光客を集める。季節限定の美食や期間限定で観光地を訪れてポイントが集められるなどのキャンペーンで観光客を引きつける。文化をさらに特色つけるため、年配の方々に焼酎を囲って伝統文化を教えてもらう。そうすることで、若い世代に文化をよく理解してもらうだけではなく、文化を受け継いでもらうこともできる。3. 地元の世界遺産にアイデンティティを持ち、進んで政策に協力し、自発的に地元の文化を宣伝する。住民が進んで維持や保護などに責任を持つ。それは世界遺産としての登録を目指すだけではなく、自分が住んでいる環境への尊重を愛護するためにもなる。皆さん、一緒に環境保護を実践して、台湾の美を伝えましょう。